ダイレクトカーズさんです。大きなブースです。ミリミリランド、はい、ダイレクトカーズさんのブースもすごいかっこいいんですけど、車両もねたくさんあって、種類もすごくいっぱいです。でこちらこの間のジャパンキャンピングカーショーでね、新しく発表したお車で、ハイラックスベースのお車になっています。後ろがねしっかりと仮装されているタイプです。はい、こちらハイラックス BR75G です。乗車定員が5名で、就寝定員は4名以上。ベースの車両がハイラックス ZGR スポーツタイプで、ディーゼルパートタイムポータビリティで走ります。お値段1335万円です。はい、お邪魔します。あ、今ちょうどベッドモードになっていますね。こんな感じで大人がすごいゆったりできるようなスペースになってますね。でこれ下ろしてくると、さらにねベッドとして拡張してできます。165センチですけど、若干ねつっかえますね、これは。ちょっと狭いかもしれない、ね、そうですね、足と頭がちょっとこうかくって、この辺はハイラックスって感じだよね。なってますね。そうですね。ただこれすごくね、ウォークスルーもすごくしやすいですし、 あとこの中もすごくこだわった作りになっています。はい、しかもエアコンもね、はい、搭載されてますね。でそちら側がまた荷物とかしっかり置ける場所になっているので、ちょっと拝見してみましょう。後ろ回ってきました。はい、こちら側がですね、マルチスペースになってます。トイレとシャワー、そして、トイレの何だろうな、手洗う場所とかもねしっかり備え付けてあって、鏡もありますし、非常にねシックなながらも、ここがしっかりとしたマルチルームのスペースになってます。はい、はい、こちら江ノ島です。キャブコンなんですが、トヨタのカムロードをベースにしていて、後ろがねこうパカーンと開いてしまうのがすごく魅力的なお車です。ワンちゃんたちと行ってもいいですし、あんな感じでね小文字型に広いリビングスペース、そしてバンクベッドを兼ね備えたねお車になっています。もっと海が似合うようなね、全体を塗装してあるお車なんですが、8人乗りの7人就寝で、トヨタカムロードダブルタイヤディーゼルがベースの車両です。お値段1043万円です。はい、そしてこちら、はい、こちらがですね、バンクベース。トリップの中でも一番ね最高級バージョンがこちらのログベースになります。乗車定員が7名で、就寝定員が4名以上です。カムロードダブルタイヤディーゼル肉で走ります。お値段が1523万円です。高級ですね。めちゃくちゃ高級です。お邪魔します。はい、入っていくともう本当にここは、森の中というかね、すごい木で埋め尽くされています。素敵な空間ですね。はい、跳ね上げ式のバンクベッドで、裏には大型のモニターもあります。はい、で、ここ電子レンジ搭載されてて、で後ろを見ると、はい、こちらがね、卓上なんですが、こんな感じでくるくるして下ろしていくと、ここがねベッド展開もできるようになっています。でこちら今に2箇所開けていますけど、中までねしっかり木が張ってあるので、かなりねその雰囲気が保たれてますし、そしてねかなり広いスペースになっています。はい、でこちら側がキッチンのスペースです。ででん、はい、この風に開けますと、シンクと2口コンロ、そしてねこちらにはいろんなものを載せられるようにして、収納もすごい充実していますね。すごいな、入りますね。はい、明るいですし使い勝手が良さそうです。この下がですね、よいしょ、はい、こんな感じでこちらにも収納がしっかりとついています。こういうとこも嬉しいですね。で、そうですね、でこちら側が、はい、あ、ちょっとフランスベッドの独自の、ね、ものになっていて、すごく寝やすいベッドになってますよというのと、ダブルベッドで奥にはクールスターも入っているので、この中はすごく涼しく快適に過ごさせてくれます。でこちら奥を開けてみますと、すごく、ね、明るいマルチスペースになっていて、こちらシャワーと、そして、ね、トイレルームとしても使えるような設計になっています。こちらトリップ3のプレミアムエナジーです。ね、キャンプ
すごく大きな字で書いてあります。すごいね、黒くて迫力ありますね。ねえ、この全身フルカラーがいいですね。はい、こちらダイレクトカーツさんのトリップ3プレミアムエナジーです。7人乗りの就寝定員が5名以上です。ベースの車両がカムロードダブルタイヤディーゼル肉で走ります。お値段が1425万円です。ちょっと中も見てみましょう。はい、拝見させていただきます。はい、お邪魔します。はい、こちらね、さっきのログベースと大体雰囲気は一緒なんですけど、はいはいはい、やっぱり木じゃないのでだいぶね、お家っぽい雰囲気がガラッと、ね、そう、ガラッと変えますよね。基本的レイアウトは大体一緒。はい、大体一緒ですね。電子レンジ、冷蔵庫、ここに冷蔵庫があるんだね。あ、そうそう、それも一緒ですよね、はい、で、ここがね、ちょっと違うところで、はい、プルダウンに跳ね上げ式、そう、跳ね上げ式になってるんですよ。はい、これ下ろしてあげるとここの上でもね、また一人ね寝れるようになりますし、ここに常設のダブルベッドが来ています。で、やっぱり同じようにこんな感じで、はい、二口コンロとそしてシンクがしっかりと収納されています。ここもね同じですね。あ、ただ、さっきはここにですね、換気扇があったんですよ、うん、それがなくなってます。そういう違いとか、ちょっとした違いがありますね。で、ここを開けますと、やっぱりトイレルームとしてこんな感じでね、しっかり使えるようになっています。はい、ではね、拝見していきたいと思います。こんにちは。はい、こちらね、トリップ2のプレミアムメガです。はい、乗車定員が7名で就寝定員が6名です。ベースの車両がトヨタカムロードダブルタイヤディーゼル肉で走ります。お値段1357万円です。はい、じゃあこれも中に、はい、こちらもね、ちょっとお邪魔してみたいと思います。外観もね、すごいいい色ですね。はい、だんだんね、色も変わってきてるのと、ちょっとずつね、安くなってきてますね。嬉しいです。はい、また雰囲気がすごくね、ガラッとこの島の色が変わっただけで、かなり色の感じで内装がね変わってきてますね、はい、ここがね、上が開いてるのが特徴ですね。さっきはね、開いてなくって、ちゃんとあの普通のライトがついているというね、綺麗なライトがついているという形でした。で、今こちらにも、画面が出ていて、2つ、テレビモニターがついています。で、やっぱりこちら側に、はい、ゆきさん側に、はい、こちら冷蔵庫が2つあって、さっきはここに電子レンジ乗ってましたが、今収納になっていますね。電気関係があって、こちらにね、キッチンがあるのは一緒なんですが、こちらのキッチン一口コンロに減ってます。本当だ。はい、ただここにね、電子レンジが来るような形で、結構ね、キッチン全体は広くなっているのかなっていうのと、あと特徴的なのが後ろのこちらですね、常設の2段ベッドになっているので、結構ね、人数が寝れるなっていう感じがします。で、こちらがマルチルームです。はい、明るい感じで外からのアクセスが OK で、トイレルームとしてもシャワールームとしても使えるような形になってます。はい、ハイエースのバンコンですね。この高さだとスーパーロングで、ここがね、仮装してあるから中がかなり広くなっているような形ですね。あ、リトリートなんだ。ログエディションって書いてある。あ、山小屋のやつだ。はい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 、外から見たのと中からのイメージとまた違っていいですね。照明すごいね。すごいかっこいいです。うん、照明ものすごいこだわってますね。ここに入ってるってなかなかないと思いますね。で、ちゃんと常設の2段ベッドになっていて、本当に山小屋になってます。で、ちゃんとマルチルームがね、ついてるっていうのが、こちらでは珍しいタイプだと思います。はい、ダイレクトカーズさんのその名も山小屋です。乗車定員が6名で就寝定員が4名以上です。ベースの車両がハイエースキャンパー特装で、ガソリン肉で走ります。お値段798万円です。いいですね、このグリーンとそして濃い色の茶色で、すごくね、山小屋っぽくなってます。はい、ではお邪魔します。こちらに、ちなみに上がるところに下駄箱ですね、はい、はい、で、ここがシンクになっています。よいしょ、こんな感じで縦開きのシンクです。ちょっとね、こう斜めというか楕円形になっててかっこいいんですよ。で、さらにこちら
開けると冷蔵庫、40リッターのこう縦型の大きな冷蔵庫がついています。でかなり、ね、広い空間になっていて明るいです。でこんな感じでね、あこっちの方が分かりやすいかな、これね両サイドについてるんですよ。しっかりとした感じで収納もねあるのがすごく嬉しいです。で色がいいし中まで板張りなのがねやっぱりすごいこだわってて素敵です。はい、でマルチスペースです。こんな感じ、中も木板張りになってますね。でしっかり荷物も置けますね。はい、こちらねクロフトスープです。タウンエースバン GL がベースの車両の車で4人乗車の2人写真です。お値段441万円です。もうねすごいコンパクトに動けてしかも寝れちゃうっていうところが魅力的ですね。でこんな風に大きなサーフボードもしっかり乗っけられますよっていうのが非常に魅力になってます。片側だけをねこうやって倒した展開がねバッチリです。で青と白なので本当にね海に連れて行きたいっていう感じのねお車ですよね。で後ろ側がキッチンでこの辺は木でねしっかりできてます。で可愛らしいシンクがあって、そしてこちらはねボードがあるので自分の好きなようにアレンジしていくことができます。みるみるランド、はい、アネックスさんです。はい、ラックグループさんです。はい、こちらねアネックスさんのキャビコン拝見していきましょう。こちらトヨタのカムロードのねダブルタイヤがベースのキャビコンになってます。高級な1台なんですが人気で並んでますね。リバティの 52DB です。175、175でしたね。はい、皆さん待ってらっしゃるのか。8人乗りの5人主審のお車ですね。お値段1292万円です。トヨタのカムロードダブルタイヤがベースの車両になっています。ファミリー向けバージョンとかにいろいろあるのでこれはいいですね。ここがね常設の2段ベッドになってるんですね。でバンクベッドも大きいものがついています。後ろからねこうやって見ますと、はい、こんなところにラゲッジルームが出てきます。はい、ではこちらウィズも拝見していきましょう。バンコンです。ハイエースベースのバンコンウィズです。はい、アネックスさんのウィズ5人乗りの2人主審のお車です。ベースの車両がトヨタハイエースバン特装車ガソリン肉で走ります。お値段619万円です。もう、ね、上がパカーンって開いてるのがすごい特徴的ですよね。で横座りというか L 型に座れて、で向こう側からねちょっとねいい感じテーブルが降りてくるんですよ。すごい素敵なんです。で入ってこちら側にキッチンがあります。ちょっとウィズ中拝見していきたいと思います。あ、入る前にここですよ。ここにね引き出し機能大きな冷蔵庫があるんですよ。これすごい嬉しいですよね。で登る時も何気にねこの取っ手があるとすごい楽ちんなんですよ。でここも開けられるようになっててタンクすごく取り出しやすい位置にあります。でその上が、はい、ここにねちゃんとシンクが来ていて、ここキッチンスペースとしてかなり広く使えるようになっていて、ここね開いてると立てちゃうんですよ、うんすね、これもすごい嬉しいです。165センチですけどちゃんと立てます。はい、でこちらがねこの L 字型って言った感じのこの空間、ここですね、よいしょ、跳ね上げ式のテーブルなんですね。そう、ここを下ろしてあげて、でさらにこれをですね、よいしょ、はい、下ろしてあげるとててん、はい、こんな感じですごいね広いテーブルが存在します。なかなかバンコンでこれだけの広さのテーブルってないので嬉しいのと、うん、あとここにててん、大きいね、はい、そこも、そうここもねすごい大きな収納になっています。でこれダンパーついてるからすごい楽ちんなんですよ。これもすごいな。はい、で使わなくなったよって寝るよってなったらここをですね、よいしょ、畳んであげます。でここをパチッと
2箇所置いてあげると、ここもねちょっとした楽になってるので物入れてきますし、あとはねこちらの背もたれになってたところ、ここにトントントンって埋めてあげるだけで2人がゆったり寝れるスペースになります。で反対側はこういうねネットになっていて、ものすごく柔らかいものとかも入れやすいようになっているのと、換気もついていて、後ろ側もねネットの収納として使えるようになっています。みるみるランド、はい、エメロードを拝見していきます。こちらはですね、はい、こちらは県民許不要のトレーラーになっています。フランスですね、フランスからの輸入車で435万円です。4人出身が可能になっています。エメロード406ですね。こちらインディアナ300というねタイプの車です。あ、違う、トレーラーですね。ニューモデルってなってますね。おお、本当だ。これも牽引免許不要なんじゃないかな。あ、そうですね、牽引免許必要ないタイプです。で、何人出身なんだろう。あ、はい、こちらね3人出身のお車になっています。ここかなり広い2列シートになっていて、横にこう3人が並んで寝れるんですね。でオプションでクーラーも取り付けられるのと、くるっとねしっかり、周りには収納のスペースとマルチルーム、そして手前にキッチンという形になっています。ここがキッチン。そう、キッチン嬉しいですね。でその奥がトイレルームになってます。みるみるランド、ファンルーチさんのところにやってきました。ラックグループさんの続きです。でこちらパタゴニアは後ろからに入っていくタイプの、ハイエースをベースとしたキャブコンになっています。じゃあ中入っていきます。リアエントランス、後ろから乗ってきた、はい、後ろから入るタイプですね。はい、で入ってくるとここがね、あの防水パンになっているのが特徴で、防水パンのまんまこちらのマルチルームまで、ね、駆け込めてしまうというのがすごく特徴になっています。で下は防水になっていて、外からのアクセスもできて、換気としっかりライトもついています。で入ってきてすぐ上のところにですね、こちら家庭用のエアコンがあるので、かなりこの中快適に使えるのと、こちらにキッチンがしっかりと備え付けてあります。上に電子レンジと、そしてね換気扇まで、でこちらがね収納になっています。2つ区切られているタイプですね。はい、で冷蔵庫が振り返ったところで、両開き式のこういう感じですね。冷蔵庫、最近これ多いですよね。そうですね、これ結構増えてきました、うん、でこちらにクローゼットとして使えるような大きな空間があります。で前のところが、この後ろから乗ってくるやつはすごい広いリビングルームっていうのがね憧れなんですけど、これがかなってます。でしっかりバンクベッド出してあげて上で寝ることもできるので、かなり広々とした空間です。再建したファンルージさんのパタゴニアですが、乗車定員が6名で就寝定員が4名です。ベースの車両がハイエーススーパー GL ガソリン肉で走ります。お値段が1198万円です。お次ね、セレンゲティです。セレンゲティは後ろパッカーンってここがね開いて、しっかりとした大きなラゲッジルームがあるのが特徴です。その上は2段ベッドになっています。はい、こちらのセレンゲティはですね、ハイエースのスーパー GL がベースの車両です。7人乗りの大人5人、子供2人出身と大人数で寝れます。ガソリン肉で走って、お値段1189万円です。はい、こちら、ファンルーチさんのウラルエージアです。ハイエースベースのキャブコンになっています。今日すごいやっぱり混んでますね。とても人気です。この外観がねすごいアウトドアに映える外観、ツートンカラーでかっこいいですね。はい、すごいかっこいいです。今までにない配色ですよね。はい、はい、これねバントスティックエディションになっています。ウラルエイジアのバンスタスティックエディション、6人乗車の大人2人子供2人就寝です。ベースの車両がハイエーススーパー GL 軽油肉で走ります。お値段が1240万円です。はい、それ
では中拝見していきます。この入るときにライトがついているのがすごい綺麗ですね。嬉しいです。はい、でこちらはですね収納のスペースとなっています。でウォークスルーはこんな感じでね楽々できるようになっていて、ここもすごいいいですよね。ささっと開けられるような感じで大きな収納が2つついています。内装も白くってこう爽やかな緑と白というね色なので落ち着く感じです。でさらにこちらの上にもこんな感じで2つ大きな収納がついていて、その下がキッチンとして使えるようになっています。冷蔵庫が、ね、触らないでって書いてあるから、はい、じゃあカットしておいてください、はいはい、こちら後ろ側に、ベッド常設のダブルベッド、そしてその奥にはダイキンのね、エアコンついてますのでかなり涼しく快適に過ごせそうです。ミルミルランド、はい、レクビーさんのベースです。はい、こちらもラックグループです。はい、レクビーさんといったらバンコン、こちらねホビクルオーパーランダーを新しくねしたエディション出てますので拝見していきましょう。はい、こちらもねジャパンキャンピングカーショーでも拝見したんですが、すごいねかっこいい内装と外観になっています。ホビクルオーバーランダーの W です。乗車定員が5名で就寝定員が3名で、スペースの車両がロング版スーパー GL ワイドです。お値段が798万円です。はい、デニム、貝原デニムですね、はい、貝原さんのデニムエディションということで、こちらのものを選ぶことができます。いいですよね、このデニムの色も選べるし、そしてこの耐年性に一発で合格してしまったというね素晴らしいデニムです。あ、センターコンソールかっこいいですね。そうですね、いっぱい乗れますし、あとワンちゃんとかも一緒に連れて行きやすそうです。後ろが広いベッドになってます。はい、後ろのベッドもねしっかりとデニム生地になっていて、でこちらのねちょっと見えるかな、こんな感じでいろんなものをぶら下げられるような内装になっています。で、ね、ここの場所を変えてあげると自分の好きな場所でいろんなこのマットを置くこともできます。でちゃんとシンクがあって外でも使えるのと、あと電源はねこんな感じでポータブルで動かすようになっています。はい、そしてこの寝具、はい、こちらフルフルですね。はい、私たちも使っているフルフルなんですが、この車中泊に最適なタイプで、これね枕になるんですよこのまま、はい、でこの上書きもちゃんと分かれて、そしてとっても軽くて暖かいです。これ実ははい、私たちのミルミルランドのお店でも売ってますので、よかったらチェックしてみてください。ミルミルランドのお店で買うとなんか特典があるというか、はい、トートバッグミルミルくんが眠ってるねそこでしかであのもらえない特典を作っていますので、よかったら使ってみてください。はい、ハイエーススーパーロングです、はい、カントリークラブです。こちらカントリークラブバージョンということで、あ、中がねどういう風になっているのかを見せられるような形になってます。内部構造が見れるっていう、はい、こんなにねウレタンとかたくさん入れてますよ、だから座り心地いいんですよっていうことですね。そうですね、普段見ることができない。そうですね、シートの中こんな感じになってます。こんな感じなんですね。あ、なるほどなるほど。でここがちゃんと防水のやつが貼ってあるので、ここでちゃんとしっかり防水に止まるんですね。水をこぼしても染み込んでいかない、はい、中のこのウレタンの方までいかないっていうのが特徴ですね。そして寝る時もね、あのカルファイバーっていうのがしっかり芯に入ってくることによって、しっかりとした寝心地を実現させているということです。こちらエアロ拝見していきます。こちらのエアロはですね、エアロスターと書いてあって、レクビーさんの共同開発しているトレーラーですね。なので6人就寝になっています。832万円ですね。このね外がもうすごいね宇宙工学で作られているので、かなりねしっかりとしててかっこいいんですよ。で中入ってくると今度は逆にすごくねシックな、浮かぶがもうなんかいいよね。そう、素敵な感じですよね、本当お家って感じで。でこちら正面にキッチンがしっかりと来ています。で冷蔵庫はこちらにあって、ここもねなんだっけ、クローゼットして使えるような形になってます。ここに、ね、いっぱいお洋服をかけられます。ここら辺もすごい綺麗ですよね、なかなかない感じです。でテーブルもね同じようなタイプになっていて、また緑とそしてウッドの
そしてたまにこの来る、ここめっちゃかっこいいですね、このツルツルのシルバーの感じ、うん、で向こう側見てもらうと間接照明がものすごい綺麗なんですよ。で、ゆきさん側もそうなってるので、もうそこだけにすると夜ロマンチックな空間になりそうです。はい、こちらね、エアーナさんが作っているのはこの外側のね、シャーシの部分も含めた外側の部分になってます。そちらがですね450キロで、今回はレクビーさんが内装をやって約今900キロになっているので、免許、牽引免許が必要なタイプになっているんですが、もっとね内装をかなり削っていくことによって750以下にすると牽引免許が不要でも使えるようになるそうです。はい、こちらレクビーさんの空を拝見してきます。こちらもですねすごい可愛い外観で、ハイエースベースなんですよ。色がすごいポップですよね。うん、ツートンになってものすごい可愛らしいです。中もね、すごいツートン、はい、あ、でペットもねこうやって一緒に行けるような仕様にもオプションでできるそうです。で、後ろここがねやっぱり出っ張ってるのがソランの特徴ですね。ナローボディのロールフですね。はい、で外部充電もしっかり取り付けられるようになっています。はい、中がねとても優しい。あ、そうです、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。はい、こんな感じで内装すごく優しい感じなんですが、このソランの特徴としてはこちらのねダイキンの、エアコンが入ってるっていうのがすごく特徴です。なのでこのフェイスに合わせた色に外観までね揃えていて、ワンちゃんみたいにねペットさんにもすごく優しい空間になっています。まあ、ここまでちょっと傷つきにくいシートになってたりするんですよね。横座りと前座りができるタイプです。ソラン、はい、街乗りにペットと一緒にということでね、やっぱりこのサイズ感が街乗りにいいですよね。でさらにしっかりクーラーがついていることによってワンちゃんに優しい内装になってますよね。あ、そこもねすごい可愛らしいキッチンで、ちゃんと電子レンジ、冷蔵庫、そしてシンクと並んでいます。前向き乗車で乗れるのも魅力ですね。ペットベッドっていうのもあるんだね。はい、そうですね、ここセンターコンソールについてたところで、ここにねワンちゃんの、居場所をねちゃんと作ってあげることができます。はい、こちらレクビーさんのソラン6人乗りの3人主人です。ベースの車両がロングバンデラックス、ガソリン肉で走ります。お値段が933万円です。はい、こちらアドセットさん拝見していきます。京都のキャンピングカー屋さんです。内装もすごくかっこいいです。はい、こちらアドセットさんのお車、内装がですねすごいシックなんですが、シーズネックスですね。シーズネックスワイドボディです。乗車定員が8名で、就寝定員が2名プラス4名です。ベースの車両がハイエース、スーパー GL ダークプライム、ガソリン肉で走ります。お値段635万円です。はい、はい、このシートとかすごい高級感のある感じ。そうですね、でダークプライムにこのライトが映えてるので本当にねシックな内装というにふさわしいことになっています。いいですね。はい、後ろから見てもとてもねシンプルな作りなんですけれども、しっかりとラゲッジスペースが取ってあるのと、ここに開けてあげると車のタイヤのホイールサブになっています。で外部充電もあってという形でね、でもねシンプルなので使いやすそうな形です。見る見る、なんだこちら、デルタリンクさん拝見していきます。フィアットリカトベースのお車です。かっこいいよねこの前が、うん、すごい。じゃあサードスペースです。すごいかっこいいんですよ。今回ねやっぱりジャパンキャンピングカーショーで発表されたお車なんですが、本当にねデルタリンクさんらしいというかね、素敵な日本の内装になっています。はい、こちら、ザ・サードプレイスです。乗車定員が8名で、就寝定員が4名です。ベースの車両がフィアットデカと軽油肉で走ります。お値段が1397万円です。はい、はい、ということでちょっとね内装を拝見させてもらいます。よいしょ、失礼します。はい、ということで
そうで、こちらがね、緑とそしてウッドのね組み合わせでずっと続いてるんですが、これね今拡張されていて、普通走行してる時はねこちら出さなくて済むようになっています。くるくるっとなってるので、ここがねリビングスペース、そしてこちらがキッチンのスペースになっています。真ん中のところがキッチンのスペースになっています。結構ねしっかりと深いいい感じのシンク、そして作業台と IH で電子レンジという形で調理をしていきます。で、こちら側もですね、ちょっとしたこういうすごい素敵なスペースになってて、でここからですね、冷蔵庫、ね、はい、冷蔵庫と冷凍庫もついている大きなものになっています。で電気も USB と、100V 2口ついていて、でこのライトがまたねこういろんな角度で使えるっていうのがすごくね素敵になってます。でこの上に隠されたエアコンも入っていて、でこのサイドがですね、ででん、はい、こんな感じでしっかりとした収納が奥まで続いています。天井板張りっていうのもいいですね。はい、本当バンライフっていう感じがするのと、あとここ2段ベッドになっているので、横にねしっかり寝れるっていうところもいいですし、ここがまた可愛いですよね。はい、100V 2つと USB も2つついています。で窓もねそちら側にはついていて、観音開きになっています。はい、後ろ回ってきました。はい、なんかねこのベッドの作りとかが本当日本のビルダーさんらしくてすごくいいなって思うんですけど、ここに間外してあげるとこんな感じでアルミの、パイプでつながってるんですよね。だからそこ外してあげるとかなり大きな荷物も上げられるようになっています。はい、でもう一台ねフィアットディカとあるので、こちらですね、レイアウトが違うタイプです。はい、こちらもサードプレイスなんですが、これがねやっぱり日本の入ってた時のリビングスペースと同じっていうのがねいいなって思います。3列目シートまでしっかり前向きで乗車できるっていうところも魅力ですし、とてもね白にグレー、そして木のねそのままの色がついていて、とても、なんだろう、優しい雰囲気のアメリカンな感じがしますね。入ってみます。はい、じゃあちょっとお邪魔させていただきます。お、先ほど見たねサードプレイスとはちょっと雰囲気が変わっていて、ここら辺がですね縦開きの大きな冷蔵庫になっています。40リッター入っちゃうね大きな冷蔵庫ですね。あれ、これ閉め方が分かんない。あ、いいんだ、そのまま閉められるんですね。はい、で優しく閉まります。でここはですね先ほどと一緒で結構深めの大きなシンクがついているのと、 IH と電子レンジで調理をしていくっていうことですね。でここもすごい可愛いですね、なんかいろんなものを乗っけて調味料とか入れたいです。でこちらが全部収納になっていて、かなり収納取られているのと、こちら側にですね、エアコンがついていて、ね、はい、しかも隠されているのですごいシックですね。でこっちに、はい、2口の 100V そして USB もあって、あと電気関係はここで拝見できるのと、あとこちらでいろんなものを電子的に、ね、確認もできるようになっています。でここ展開してあげると寝ることもできるようになっているので上で常設、そしてここ展開して寝られるっていう形になっています。はい、後ろ側に入っていきました。回ってきました。こんな感じですね。でここがお湯だったかな、はい、こんな感じで、電気系統が来ているのと、あとこちらですね、収納をしっかり、うん、できるようになってます。で2列目3列目をしっかりね後ろに寄せることができるので、前の空間を広く使うことも可能になってます。はい、こちらダーウィン拝見していきたいと思います。はい、ハイエースのねバンコンですね、高級車です。はい、こちらもファンタスティックエディションということでね、ファンタスティックになってます。ここら辺がね可愛らしい外観になっていて、色もいろいろ選べます。はい、こちらデルタ版デザインのダーウィン Q3 です。乗車定員が7名で就寝定員が4名です。お値段1,034万円です。1000万超えですね。はい、バンコンで1000万超えですよね。すごい高級な形です。ちゃんと冷蔵庫がいいところにあって、シンクがあって、でこちらに、
多分コンロがあると思います。で後ろに常設のベッド、そしてこちらがリビング展開できるのと、2列目3列目が前向き乗車もできるっていうのが魅力ですね。あとベッドの上に固定用エアコンも搭載されています。あ、本当だ、すごい、隠れてて一瞬気づかないっていうね。後ろから拝見してみますと、こんな形ですごくいい雰囲気の間接照明と、こちらラゲッジスペースも広く取られています。はい、はい、アドリアのトレーラー2台拝見していきたいと思います。まずね、最初のトレーラー、こちら 520UL というバージョンです。こちら牽引免許が、必要な形ですね。スロベニアからの輸入車です。就寝定員が4名でお値段611万円です。はい、じゃあちょっとお邪魔します。はい、わあ、すごい間接照明とこの棚の感じがめちゃめちゃおしゃれですね。ここね、すごい、これちょっと飛び出してくるんですよ、わかります？ほら、でそーっと閉まるんだ、すごい高級で、ここが全部抜けてるんですよ。なので外の景色がすごい見えるし、明るく過ごせます。ここがね、まあ、この字型のリビングルームになってるんですが、すごい素敵です。そしていきますよ、ディディン、はい、三口コンロ来た、やった、本日初めて の、 その、はい、三口コンロと、今日はね、三口コンロ T シャツで着ました。はい、こんな感じでちょっとあれですね、はい、ちゃんとね、三口コンロ嬉しいです。これね、私たちがあのすごい、私がすごい好きすぎて、はい、作っちゃいました。私たちね、ミルミルランドのショップでも改良になってるので、オリジナルグッズですね。はい、はい、よかったら私とお揃いのやつ着てください。そうなんです。はい、でここがシンクですね。ここもいいな。で上はしっかりと、はい、収納反り返ってますね。で収納のスペースも広いです。でちゃんと間接照明、そしてここは上オープンもしてますね。でこちら側開けたいと思います。こちら側デリン開けをさせてもらうと、こんな感じでシャワールームですね。トイレとシャワールーム、トイレ、ここも間接照明が素敵ですね。あ、でキッチン1箇所ぐらい開けてもいいかな。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで開けられるようになってます。おー、カトラリーでさっと、あ、静かに閉まっていく。これがもうイージークローザー、あ、もう忘れてました、イージークローザーです。かっこいいです。でここにね、大きな大きな冷蔵庫、めっちゃ嬉しい。これはいっぱい入れられますし、冷凍の部分もしっかりありますね。で、こちら今ですね、この穴埋めしてあるので、こんな感じでね、もう多分大人3人4人ぐらい余裕で寝れるんじゃないかという広さなんですけど、こちら、ツインみたいにして寝ることもできます。でクローゼットがこちら側とこちら側にありまして、これはここかな、あ、見た、こんな感じ、それぞれの洋服をそうかけられ る、はい、る、贅沢ですね。で贅沢ですし、この上の部分全部収納になってます。はい、はい、アドリアさんの、2台目のトレーラー拝見していきます。こちらですね、アドラーの 522UP 拝見していきます。こちら、アドリアさんが輸入しているアドラーの 522UP です。就寝定員が4名で牽引免許が必要です。お値段612万円です。はい、はい、こんな感じですね。すごい大きなコーナーになっています。ゆったりとしたリビングスペースの上がもう全部窓が本当に開放的になっているのが特徴ですよね。はい、でしかも間接照明がめちゃめちゃおしゃれで綺麗です。でここに来ました、三口コンロですよ。もうここに来ました、三口コンロ。この3つあるってことにもう三口確定なんですよ。でこの大理石っぽい感じがすごい素敵ですし、そして、はい、カタリストレーナー三口コンロラブです。よかった、
今日見られるかなと思って来たんですよ。嬉しい、すごい嬉しいです。こんな感じでしっかりと収納のスペースもイージークローザー、イージークローザーで、これ縦型の開き、はい、こんな感じで縦開きですね。嬉しい、いっぱい調味料とか入れたい。で、大きな大きな冷蔵庫、冷凍庫もここについています。はい、こんな感じですね。で、ここを開けますとまたすごく大きな収納があります。で、その上もね、収納として使えるようになってるんですけど、この分かります、ここがククってちょっと出てくるんですよ。すごい素敵です。で、これもイージークローザーでゆっくり閉まっていきます。で、こちらにいろんなスイッチコントロールと USB ポートもあって、こちらにテレビをつけることもできるようになっています。これも置くのかな。あ、ここですね、はい。あ、ここクローゼットですね、はい、上と下でこんな形になっています。で、さらにここにコーナーがあって、鏡がすごい広くって、このライティングがめっちゃお化粧もしやすそうで素敵で、こちら、はい、シャワーとかもね、できるトイレのスペースになっています。で、ダブルベッドで、しかもこのダブルベッド、今見て分かったんですけど、ちょっとこうソファーみたいに背もたれを上げて使うことができるんですね。すごい便利です。で、ここ全部収納になっていて、ちゃんと換気もできるようになってます。いいよ。